XR はホンダ技研工業が製造販売するオートバイのシリーズ商標である。もともとは海外向けミニモトクロスレース用として XR70 が主に北米向けに製造販売を開始。日本国内では1978年に発売された XR80 が最初のモデルとなる。1979年にはエンデューロレース用に北米で XR185 がリリースされると好評を得たことから排気量別モデルを加えるシリーズ化が決定した原則として行動走行負荷の競技専用モデルであったが海外では行動走行対応モデルとして社名末尾に放棄に適応させたという意味合いから L を付帯させたモデルを販売した日本国内での行動走行可能なデュアルパーパスモデルには SLXL、XLX SL、XLRNX XL などの商標が使用されていたが、1995年発売の XR250、XR バハが最初の日本国内行動走行可能モデルとなった。後に廃棄量別のシリーズ展開が行われたが、2012年に後継となる CRF シリーズの販売開始により生産終了となった。 2017年現在では、日本国内での製造販売は終了しているが、海外では製造販売が継続している。形式名 MD30。XR250XR バハノ2、バリエーションで1995年1月17日、発表、同年2月20日発売。MD22 型 XLR250R。 XLR バ派からのフルモデルチェンジ車で以下の変更を実施。カラーリング変更などを除いたマイナーチェンジは以下のスケジュールで実施。SL230、XL230 を統合したフルモデルチェンジ車。2005年3月14日に同月25日から XR230 の社名で発売することが発表された。形式名は 当初から平成10年自動車、排出ガス規制適合のため BAMD36 となる。エンジョイライト級、マイファーストオフロードをコンセプトに搭載される、排気量 233cc の MD33、E 型空冷4ストロークサイチェシー単気筒エンジンは、SL230 からのキャリーオーバーであるものの、出力特性変更や 805mm に抑えた。 シート高など初心者からベテランまで幅広い層の用途に扱いやすさを最優先とした。2006年12月20日発表、同月26日発売でヘッドライトをマルチリフレクター化するマイナーチェンジを実施。2008年2月21日発表、同月22日発売で三元触媒を液ーストマニホールド並びにマフラーへ内蔵させ、 平成18年自動車排出ガス規制に適合。形式名を JBKMD36 へ変更するマイナーチェンジを実施。さらに同年3月21日発表、同月28日発売で XR230 マターを追加した。2012年に後継となる CRF250 シリーズへフルモデルチェンジされ生産終了。 2005年3月16日発表、同月29日発売。形式名 BCND-08。海外向け輸出仕様のエンデューロレースモデルで1995年から製造されていた ND-03 型 XR400R と基本コンポーネンツを共有するが、日本国内向けとしてはモタード仕様の本モデルのみの販売となった。搭載される。 排気量 397cc の NC38E 型空冷4ストローク RFVC ヘッド4バルブサイチェシー単気筒エンジンは元 CL400 用に開発されたもので CB400SS とも共用する本モデルへの搭載に際してはキャブレターを34口径の V5DA e 型に変更した上でチューニングを行い最高出力 30PS7000RPM 最大トルク 3.4kgm5500rpm のスペックとされた。平成19年自動車排出ガス規制に適合させず2008年9月で生産終了。2005年2月14日発表、同月25日発売。形式名は50が BAAD14、100が BCHD13。基本設計並びに、 ダイヤモンド型フレーム AC16E 型、HC07E 型エンジンなどのコンポーネンツをエープ、エ p プ100と共用する。ベースとなったエープからは外装を本シリーズ用に改めたほか、前後ブレーキをシングルディスクか、スイングアームを 40mm 延長、6本、スポークタイプのアルミキャストホイールへの換装を実施した。50は、 平成18年自動車排出ガス規制に適合させず2007年で100は平成19年自動車排出ガス規制に適合させず2008年で生産終了となりエープタイプットエープ100タイプットへ移行した。行動走行可能モデル販売以前から競技専用モデルが主に北米向け等に販売された。外見は行動走行可能モデルと告示しているが ヘッドライトなどの保安部品が不要なため電装系、簡素化され、一部モデルでは黒森構成フレームを採用。またエンジンも基本設計は共用するもののピストンやカムシャフトが異なるなどの差がある。排気量別に数多くのモデルが製造されていたが、大排気量モデルを除き多くが CRF などへのモデルチェンジで製造を終了した。なお末尾に、 R が付帯するモデルはリアサスペンションがプロリンクであり、この初代のモデルは日本国内でも販売されたモデルである。オーストラリアやニュージーランド等のオセアニア諸国の農業用途向けに仕様変更されたモデルである。CT110 の上位車種として本シリーズをベースにしたモデルが製造されており、2012年の時点では CTX200 ブッシュランダーと XR125 ダスターが販売されていた。ありがとうございます。